皆さんこんにちは、こんばんは。てるてる百貨店になります。今日はですね、今ちょっとこうつけているねサングラス、こちらがね、もともと100均で買ってきた安物なので、ちょっとね、YouTube で、こういう形で撮影しているので、もう1個か2個ね、欲しいなと思ったんですけど、そんなにね、あの外にサングラスかけて出ていくタイプではないので、ちょっとね、安いやつないかなってことで、Amazon、あとはね、Yahoo ショッピングを探しました。でね、どちらの、ショッピングサイトでも必ず出てくる、安いね、サングラスがあるんですね。ただ、なんかね、説明を見てると、なんか当ショッピングモールで の販売数がランキング何位とかね、結構上位に上がってきてるものだったので、ちょっと面白いなと思って、ちょっと興味本位で買ってみました。でこちらがね、何かっていうとね、ちょっと今これ、Amazon のサイト見てるんですけど、福岡県のアイウェアブランドフリーズっていうのがあります。ちょっとねこの辺に、実際のね、Yahoo ショッピングとか、Amazon のね、この売っているやつをここに表示しているんですけど、なんかね、一応サングラスで、よくあるね、こう垂れ目型の、サングラスの形なんですけど、なんか福岡県発の、ブランドらしいんですね。で、ただね、材質はね、安いので、結構材質がプラスチックなんですね。このね、あのガラスのレンズが、フレーム、テンプルがね、ニッケル合金って書いてあります。あとね、テンプルのところがバネ可動による、幅調整ができますと。で、こうレンズね、レンズはプラスチックになってますというものなので、じゃあ多分ね、あのプラスチックのレンズなので、おもちゃっぽいのか、茶地っぽいやつなのか、ちょっとこれをね見ていきたいと思います。ではちょっとね開封していきたいと思います。はい、一応 Amazon さんからは、まあ、こういう形でね、箱ではなくて、封筒タイプでね送られてきました。でね、中身はねちょっと一回私開けました。さすがにあの何もなく開けて、違うものが入っていたり、さすがに壊れていたりね、これはちょっと出しにくいなっていう商品だったらやばいので、一応私の方で一回開けてます。で一応こういう形でね、フリーズって形で、ブランドの名前が書いてありまして、まあ、箱ですね、紙の箱に、ビニールで梱包されている形になります。はい、こんな形で梱包されておりました。じゃこれ開けていきましょう。多分ね、皆さんもあのフリーズのサングラスとかね、メガネっていうのをよくね見かけると思うんですね。その中でもね、サングラスなのに、私が買った時が、2000以下だったんですね。だからかなり安いので、どうなのかなと思って一応ねお試しで買ったんですけど、箱はねなんかもう、こうあっちこっちにフリーズって書いてありますね。もうそれ以外特にないですね。で、材質は紙の箱です。で特にセロハンテープで止まってとかね、テープとかで止まってるわけではなくて、じゃあ出してみましょうか。いくつか備品が入ってますね。以上です。じゃあ見ていきましょうか。まずね、メガネフレームと見た目の印象ということで、まあ、メガネとかね、このフリーズさんが、販売しているメガネの形ですね、形の説明と、なんかそれに対する印象っていう形で冊子が入ってますね、まあ、チラシみたいな、チラシっていうかね、説明ですね。あとね、福岡発のアイウェアブランドフリーズという形でね、こちらもこんな形で、似合うメガネを選んでくださいということでね、チラシが入ってますね。なんか LINE 登録するとなんかお得な情報もらえますというチラシですね。あとはね、これはあれですね、なんかサンクス
出たみたいな感じですね。まあなんかいろいろ書いてあります、ありがとうございましたって感じですかね。で、次がね、フリーズという形で、ありがとうございましたとカードも入ってますね。はい、カードが入ってます、まあ、特にこれがクーポン券ってわけではないですね、まあ、カードが入ってますと。一応あの概要欄、先ほど言った通り概要欄と今の動画のこの辺にさっき載せてましたけど、まあ、フリーズというブランドですね。で最後にね、会員登録してくださいと、あの製品保証ですね、製品ご購入ありがとうございましたとまた書いてあって、裏に QR コードが載ってるんですけど、これをね登録して会員登録すると、製品保証は6ヶ月受けれますというのも一応入っております。なので一応製品保証もね受けれますという形になってますね。で最後にね、これあれですね、よくメガネ屋さんとかで、メガネのこの辺のねネジ調整の形で、ちっちゃいね、プラスとマイナスなんですかね、これプラスとマイナスですね、マイナスの精密ドライバーが1個付属でついてます。まあこれねもらえるんですけどね、一応これ安いメガネでこれついてるのは一応ねまあお得かなという感じです。じゃあ実際商品見ていきましょう。一応こんな感じのね、ちょっと正直言わせていただくと、まあかなりねあのお安い感じの、メガネケースですね。これはねちょっとまあこのあとね100均とかでもうちょっとね高質のね、メガネケースに買ってそっちに移し替えたいと思います。で開けるとまあこんな感じですね。はい、形とね、物自体は良さそうなんですけど、ちょっとね何もこれが薄すぎちゃってね、ちょっと心配なので移し替えますという話になってます。あとはねフリーズというねメーカーロゴが入った、こちらメガネ拭きも入ってます。じゃあ実際出していきましょう。まあ一応こんなねケースです。じゃあ出していきます。はい、一応ここね片側だけ、メガネに当たる方がね傷つかないように、まあ、ビニールが、ついておりますと。じゃあねちょっとこれね私が一回触ったのでまあ一応レンズね綺麗に拭いておきますか。はい、軽さ的にはやっぱりかなり軽いですね。逆にこのね100均で買ったプラスチックのサングラスよりも軽いぐらいですね。でね、一応こういう形で、裏はねこういう形です。で表はこういう形です。横もこんな感じですね。はい、一応ここにね鼻当てパッドがついてるタイプを買いました。でまあレンズ的にはね、まあ、そんなプラスチックってね見えないかなって言おうと思ったんですけど、やっぱりちょっとプラスチックだなっていうのは分かりますね。ただね結構あのいろんなところでね店頭で売っているサングラスとかで、安いやつはねだいたいこんな感じですね。でちょっともうちょっとアップで見せましょうかね。はい、じゃあアップで見せます。こんな感じの、商品になってます。上からです。でね、かける側からの、視点の、はい、こんな感じですね。まあ一応ね、この鼻当てもね、まあ、一応ちゃんとしたやつがついてますね。あとはメガネのこのね耳かけるとこですね、まあ、こんな感じですね。はい、こんな感じです。じゃあ実際これねちょっとかけてみましょうかね。はい、じゃあかけてみました。こんなイメージですね。正面からだとこんな感じ、横だとね、まあ、こんな感じですね。横はね若干ちょっとメガネにこう丸みがある、まあ 3D っていうんですかね、丸みがあるタイプなので横からはね多分そんなに見えてないと思いますね。はい、こんな感じです。こんな感じですね。はい、どうでしょうね。
まあね、さっきのね、まあ、こちらのね100均メガネもそうですけど、まあ、こんな感じで、まあ、つけてたらね、よっぽどね、あのじーっと見てない限りはね、安いのか高いのかわからないと思うんですけど、まあ、ちょっとねレンズの方はプラスチックなので、近くで見てればわかると思うんですけど、まあ一応ね YouTube でこういう風に隠してねサングラスをかけて、動画撮影するっていう意味でいくと、こんな程度でいいのかなと思っております。今後ねこれからの動画は、まあ、こちらかこちらどちらかで、対応していきたいと思いますので、ね、こちら冒頭に戻りますけど、いろんなショッピングね、ウェブサイトのショッピングサイトで、まあ、見かける、フリーズさん、こちらがねちょっとどんなメガネかっていう方、サングラスメガネのうちの、サングラスを今回買ってみたので、どういうものなのか多分ね皆さんもね、かなり安いので本当大丈夫かなっていう意味で、見てる人もいると思うんですけど、私的にはねこれ、全く問題ないですね。そういうコスね、あのコスパ前提の、購入なんですよっていうふうに考えればこちらね、お得な、買い物だったかと思っております。はい、こちらね、ショッピングウェブサイトのショッピングサイトで見かけた時に迷った時はこの動画で、参考にしていただければと思います。はい、以上となります。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければグッドボタンお願いします。まあ、こんな感じでね、購入に迷った時の、まあ、参考動画となればということで、素人の私が、まあ、素人なりにねこういろいろいじって、こうでしたああでしたというのを、まあ、紹介できればと思っておりますので、まあ、引き続きご視聴いただければと思っております。はい、以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。君に